アジズ・アンサリはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1983年にサウスカロライナ州のコロンビアに生まれる。両親はインドのタミル・ナード州からの移民だった。両親とも医学分野で働いており、父親は消化器学士だった。同州のベネッツビルで育ち、高校卒業後はニューヨーク大学へ進学してマーケティングを専攻。 ニューヨークにある劇場でスタンダップコメディアンとしてキャリアをスタート。コメディアンとして徐々に人気を博していき、2006年に HBO が主催したコメディフェスティバルにおいて賞を授与されている。後にロブ・ヒューベルラと組み短編映画制作やコメディアンとしての活動を本格化させ、NBC のコメディドラマパークスレクレーションへ出演。 この作品で人気が高まり、2009年にブレイクスルーした俳優として注目された。その人気から2010年に MTV ムービーアワード2010の司会に抜擢された。翌2011年には、同賞の受賞式において、プレゼンターとして登壇した。その後もテレビドラマや、シットコムなどへ出演して、人気を不動のものとする。後に、 コメディ映画のプロデューサーとして知られる、ジャド・アパトーと知り合い、アダム・サンドラー、セス・ローゲンなどと共演。映画では、小さい役ながらも、その存在感を発揮。2011年には、ジェシー・アイゼンバーグと共に、ピザ・ボーイ史上最強のご注文へ主演して、俳優としての地位を確立した。スタンダップコメディアンとしての活動においても、全米ツアーを行うなど幅広い分野で、活躍している。 2011年には JZ とかニエ・ウェストがコラボした楽曲、オーティスのミュージックビデオにも本人役で出演している。2015年、雑誌、フォーブスで2014年6月1日から2015年6月1日までに最も稼いだコメディアンのランキングで第6位を獲得。2018年にアメリカ国内でレストランチェーン、モモを展開するシェフで、 実業家のデイビッドちゃんが出演するリアリティ番組、アグリーデリシャス、極上の食物語では、ちゃんと共に東京を訪れている。さらに自身で脚本を執筆のため、東京に数ヶ月滞在した経験もある。ありがとうございます。